SBA 証券の浅井ですストラテジストの視点といたしまして内外株式市場の見通しについてご説明をさせていただきますそれでは次のグラフをご覧くださいまずはグローバルのマーケットの動きを簡単に振り返ります こちらですねまず、この日本の株式市場ですね日経平均トピックス3月に今年のですね高値をつけた後その後はですね一旦調整するような形になっているんですが足元はですねじりじりと、まあ、再び値、ね、を戻すような形にはなってきていると。 まあ決算発表シーズンですね、まあ、一喜一憂するような形で、まあ、なかなかあのこの後もお話ししますけども、保守的な業績見通しということで、まあ、株価の方を評価しづらいような場面もあったんですが、まあ、決算シーズン一巡する中ですね、総、ま、じ、あ、てみれば、しっかりとした展開だというふうになります。で、一方、アメリカ株ですけども、こちら、ナスダックとニューヨークダウンの推移を表したものなんですけども。 うんまあ、あのアメリカはですね、まあ、4月以降ですね、えー、しっかりとした展開、まあ、ナスダック特にですね、まあ、上昇しているんですけども、えー、アメリカ特に、まあ、4月後半以降ですね 利上げというか、金融引き締めといいますか、緩和観測が後退して、株価の方を下げるような形になっていたものが、再びです、ね、金融緩和に対する見方が強まってくるという状況から、株式市場の方は買い戻されるような形になっているということになります。 でえー、こちらは欧州ですね、DAX と FT100 なんですけれども、おまあ、日本株がですこ、ね、とね前半、まあ初めです、ね、堅調に推移してくる中で、ですねやや出遅れ感があったマーケットではあるんですけれども、まあ、4月以降お、少しここからキャッチアップするような形で、ですね、まあ、出遅れ解消するような形になりまして、株価の方はしっかりしております。 最後中国香港なんですけどもまあ、反戦指数ですね、えー、こちらの方大きく上昇しておりますまあ、4月の半ばから足元にかけてですねまあ、大きく上昇するような形にはなっているんですけどもまあ、一つまあ、きっかけになっているのが アメリカの金融緩和観測というところになっておりまして、アメリカの方でです、ね、金融緩和がなされればです、ね、反戦出こは香港市場になってきますので、香港のです、ね、金融政策は、アメリカの金融政策に連動する部分がありますので、やっぱり同じような形で緩和期待が高まってくるだろうと、そういったところから反戦株、大きく買い戻されるというふうな流れになっております。全体見渡すと、以上の通りということになってまいります。うん さてですねアメリカの方なんですけどもこちらはですね FF レート誘導目標の水準と S&P500 の株価指数の水準をです、ね、見たグラフになってくるんですけどもまずこの FF レートなんですが昨年の7月にですね最後の利上げが行われていると。 で水準としては5.25から5.50%のところにです、ねまあ、上げてきてでそこからです、ねまあ、1年近く水蒸気のような状況が続いているとで一方です、ね、株式市場なんですけども、まあ、このお最後の利上げが行われる前はです、ね、比較的株式市場の方が上昇です、まあ、おそらくマーケットはここが利上げが最後になってくるんで、まあ、利上げ打ち止めするだろうと、まあ、あっても,です、ね、もうここが最後になってくるんじゃないかなという期待からこう株式市場変われながら その後とはいっ、ねえー、一旦やっぱりそのインフレがです、ね、依然として強いというところもあって、まあ、利下げ期待がです、ねまあ、後退してくるというところから株式市場の方を一旦いったん弱含んで、まあ、そのあと、ね、年,年末から年明けにかけては、まあ、2024年になればです、ねまあ、利上げ、利下げがです、ね、開始されるんではないかなと、まあ、こういう期待からです、ね、再び株式市場の方が上がってきたと。 でえーまあ、目先はです、ね、一旦これが後退して、まあ、再び、まあ、利下げ期待がです、ね、高まるような形になっておりますで、まああので株式市場の方に関して言うんであればです、ねまあ、こういったそのアメリカの,その金融政策の見方にです、ね、一喜一憂するような形で、まあ、株式市場の方は上下してきているということになりますで一方です、ね、金融政策に関しては先ほど申し上げたように、えー、昨年の7月に最後の利上げが行われていると。 でこの利上げの効果っていうのはあの大体、まあ、一般論としてはです、ね、やっぱり利上げの効果も1年から1年半ぐらいのお、まあ、インターバルがあって、まあ、その効果がです、ね、経済に反映されていくというふうな、まあ、こういう見方もあるということになるんで、まあ、そろそろです、ね、この一連の,この利上げに対するその経済への影響っていうのがです、ねまあ、出そろってくるような、まあ、タイミングに今差し掛かってきているというのが現状のアメリカの金融政策になってくるということになります。 でこちらはです、ね、アメリカの,そのインフレの動向なんですけどもこちら、左のグラフがです、ね、アメリカの,その消費者物価の推移ということになります。で直近、先今週発表された4月の統計を見ると総合の消費者物価で前年同月比でプラスの3.4%。 食品エネルギーを除いたコア CPI でプラスの3.6%ということで伸び率としてはですね、前月から伸びが鈍化するような形になっております。なおかつ、ですね市場予想に対してですね、えー、まあこれは1月、2月、3月と。 この CPI の伸び率が市場予想を上回っていたということで、まあ、インフレの収束するのにまだまだ厳しいものがあるよねというふうなです、ねまあ、見方がされていたんですけども、まあ、この4月の統計に関しては、あまあ下振れたわけではなくてですね、まあ、予想値通りという形で、えー、まあ要はあ市場の予想通りインフレの鈍化が進みましたと、まあ、これがですねマーケットで交換されるような形になってきているということです。 ただです、ね、一方で注意しなきゃいけないのがです、ね、これ右側のグラフなんですよね、まあ、消費者のインフレ期待というのはです、ね、決して弱くはなっていないと、まあ、足元で見るとです、ね、やっぱそのガソリン価格が再び上がってきているという中で,です、ねまあ、消費者の,そのインフレ期待というのは再、ね、上昇してきております。 当然、そのインフレへの期待がです、ね、高まるということは将来的にはインフレが強くなる可能性があるということになりますんでやっぱりそので先ほど申し上げたように利上げがずっと行われてきて、えー、来た中で,です、ねまあ、なかなかこの利上げの効果、まあ、それに伴ってそのインフレの鈍化というのはです、ね、時間がかかっているんだなというのが今の見方になってくるんだというふうに思います。じゃあ利上げのの効果ないのかといや あるだろうという風なですね。見方もあるんですよね。で、例えばその利上げしたことによってまあ、金利が上がりましたとで、金利が上がることによってその消費者のですね。生活がまあ、こうタイトになってきてますよねと。 でそういうところで,です、ね、利上げの効果が出てきているんじゃないかと、まあ、こういう指摘もあるわけなんですけどもでこちらはです、ねあのまあ、消費者、まあ、クレジットカードの延滞、ねまあ、率です、ねまあ、30日の延滞率90日の延滞率をです、ね、こう見たものなんですけども、まあ、これ見るとです、ね、やっぱり利上げに歩調を合わせるように、まあ、クレジットカードの金利も上がっていきますんでそので延滞率が少しずつ上がってきているというのがあ見て取れるということになります。 でただです、ね、この水準だけを見るとです、ね、やっぱその2020年にこのパンデミックがあったというところからです、ね、もう経済政策もあってです、ね、このクレジットカードの延滞率大きく下がったんですけども、まあ、足元は上昇してきているとはいえです、ね、このパンデミック前の水準に比べるとまだ低いということになってきますのでまだそういう意味ではです、ね、著しくこう利上げの影響が強まっているともこのデータだけを見るとです、ねまあ、言えないのかなというふうに思います。 でえー、もう1つですね、あのー、これも1、ね、つ、まあ、指摘されているところではあるんですけども、これ、まず左側のグラフですね、これ、何のグラフかというと、これ、アメリカの貯蓄率です。 でまずこの左側のグラフこの黒いところがですねこれトレンドライン、まあ、貯蓄のトレンドラインというふうに言われてましてだいたい所得が上がっていくのに従ってです、ね、右肩上がりでこう上がっていくというのがこの傾向ラインが引けるんですけどもこのパンデミックの時期にはですねこのトレンドラインを大きく上回る貯蓄が行われていたと。 でこれはあのあの、まあ、パンデミックに伴うそのアメリカの,その経済対策の中で,です、ね、やっぱりその消費者に対して大量の資金が投入されるような形になってますんで、まあ、消費者としてはです、ね、この時期に余剰の貯蓄を,加あのを蓄えることになったと。でこれサンフランシスコ連銀の推計によると、えー、この余剰貯蓄っていうのはです、ね、合計で2.1兆ドルぐらいあったんじゃないかというふうに言われていてでこれがまあ2020年からです、ね、2021年にかけて、えー、余剰貯蓄が蓄えられたと。 でその後はですねこの貯蓄率が大きく低下すると要はあまあインフレの影響なんかもあって支出が増えたんでやっぱりその時に、まあえー、一時期のですねこの余剰貯蓄がですねこの支出に回っていくような形になってはいたんですけどもこのおここですねまあ、その貯蓄の不足をですねこの21年以降はですねこの余剰貯蓄でこうお補うような形でですね、えー、まあ、過ごしてきたと で平均してくればですねこのトレンドラインにこう収束してくるような形にはなってくるんですけどもただサンフランシスコ連議の指摘によるとこの2.1兆ドルのです、ね、余剰貯蓄っていうのは、まあ、昨年の第3四半期、まあ、7月期にも使い切ってるんじゃないかなということですね。でそうなってくるとやっぱ昨年の秋以降ですね仮にこの余剰貯蓄が使い果たされて。 でもう消費者にです、ね、この余剰資金がなくなるということはこの秋以降です、ね、実は消費がが落ち込む可能性というのがです、ねまあ、あったわけなんですただ実際です、ね、統計見てみると、まあ、全然そんなこともなくです、ねまあ、アメリカ個人消費が牽引するような形で,です、ねまあ、足元いまだにです、ねまあ、経済の成長が続いているわけなんですけどもじゃあ何でだということになっていくるのかこの右側のグラフです。 右側のグラフはです、ね、これあの時給、まあ、い,わいわゆるその実質の平均時給これは茶色のラインですね、まあ、あのインフレの影響を考慮したあー賃金の動き、まあ、これをです、ね、実質賃金というんですけども、まあ、これ見てみるとです、ね、昨年以降です、ね、これ前年同月比プラスになって、まあ、実,は実質ベースでインフレ考慮しても賃金が増えているような状況。 なおかつ緑のラインがこれ S&P500 株価指数の前年同月比の動きなんですけどもこれ見るとです、ね、これも23年以降プラスになってきていると、まあ、資産効果が効いていくということですね。で、えー、10年差利回り、まあ、要は金利収入を増えてきているということなんです。 要はその左側のグラフではそのパンデミック期にあったその、まあ、要は経済援助経済資金対策がです、ねまあ、その後です、ね、まあ、インフレの影響もあってこう使い果たされるようになったんじゃないかなというふうな見方がされている一方で実はそうじゃなくてです、ね、やはりその賃金が増えてそれなりに資産効果も効いてきているということになると実はその使い切っているわけではないんじゃないかなというふうな、まあ、こういう見方もあってだから実質今足元でもです、ねまあ、消費が が堅調に推移してきているというのがまあそういった背景になってくるのではないかなと。要はその個人のですね、えー、まあ消費者という視点から見たときにアメリカが金融引き締めをすることによってまあ金利が上がりますと。 で金利が上がることによって例えば先ほどの,そのクレジットカードであったり、まあ、オートローンなんかもそうなんですけどもいやその消費者からその支出する側のです、ね、金利というのはどんどん上がってしまうとそうすることによって消費者の財布というのはその厳しくなるんですけどもただ一方で,です、ね、やっぱりその利上げすることによってっその消費者の中に入ってくるようなです、ね、金利も入、まあ、ってくるお金の金利も実は上がってくると。 まあ、例えばこれまあ預金であったりとかですね、まあそういったものも上がってくるんですけども、まあ賃金も上がっています。でまあ預金金利なんかも上がっています。 でこれで見ていただくとです、ね、株高のような資産効果も効いてますということになるんで、まあ、要は何を言わんとしてるかというと利上げを進めたんだけども実はその利上げの効果っていうのは入ってくる方のです、ね、金利資産効果なんかもです、ね、十分上がってしまっているがために利上げの効果がです、ね、非常に薄くなっているんじゃないかなっていうのがです、ね、今このアメリカで言えるんじゃないかなというふうに思います。 で、こちらはですね、この青いラインは、まあ先ほども見ていただいた、その FF レートの水準でして、で、このオレンジの方はですね、これはブルンバーグが出している、金融状況指数というものでして、この金融状況指数、これ、あの、ゼロより上に行くとですね、これ、あの、金融が緩和的であって、で、えー、下に来るとですね、これ、引き締め的ということです。で 過去を見るとですねやっぱりこのオレンジがです、ね、ゼロを超えているラインではですねやっぱり利上げが行われるかもしくはですねこのゼロから行われているその後にですね、まあ、利上げが行われるかと、まあ、こういう傾向があるんですけども、まあ、現状を見ていただくとですねこれはあの、まあ、あこの金融状況指数1を超えてくると、まあ、極めて、まあ、歴史的に見るとですねかなりの,その緩和的な状況になってきていると。 いうことになるんで実はその今の FF、ね、レートの水準に対して金融市場というのはです、ね、緩和的であるか、まあ、ということになってきますので、まあ、少なくともです、ね、ここから先にまあ利下げをするというのはです、ね、それほど、えー、容易なことではないとマーケットはです、ね、先ほどのです、ね、消費者物価の落ち着きなんかを見てもう利下げ近いんじゃないかなという、まあ、こういう見方もしてるんですけどもあれはあくまでも単月の数字だと。だ金融状況としてはです、ね、依然として緩和的になってくるんで。 あのこれだけ見てしまうとですねこのグラフだけ見てしまうとですねもう一段こう利上げがあるんじゃないかなとまあこういう見方もできるわけなんですがあまあ実際まあここの1年近くまあ利上げをストップしていてマーケットはですねもう利下げのタイミングを測ってくるようなタイミングでもう一回 FRB が利上げをしていくというのはなかなかこれ現実的にまあまあかなりのエネルギーを使うということになりますのでちょっと難しいとは思うんですけどもただ上げられないにしても。 やっぱそんな簡単にです、ね、利下げに転じる可能性というのはちょっと難しいと、まあ、当面はですねやはりその高い金利で据え置、ー、かれる、まあ、高止まりするようなです、ね、確率が高いのではないかなと、まあ、私個人としては従来の見方としてはですね、まあ、今年は11月に今大統領選挙があって、まあ、それに合わせて1回ぐらいです、ねまあ、年をぐらいに利下げあるんじゃないかなと。 いうふうふなです、ね、見方もしてましたし、まあ、実際に、ねまあ、FRB もまあしたいなというふうに思ってた部分はあったかもしれないんですがただ残念ながらです、ね、今の状況で見てみるとなかなかこう利下げを正当化させるような、まあ、根拠というのは、ね、少しと見当たりにくいんじゃないかなと、まあ、そう,いうとここで利下げしたらサプライズになってしまいますということになるだろうと、まあ、おそらく高めの金利がです、ねまあ、年内ぐらいはです、ね、続く可能性があるかなというのは今の見方になってくるというふうに思います。 でそれを踏まえた上でですね、まあ、次考えるのがですで足元はですねやはりその円相場なんですけども、まあ、150円台超えるような円安水準が続いてきて、まあ、4月のです、ねまあ、下旬にかけては一時、まあ、一瞬でも160円に到達するような形で,でその後介入が入るような形で,です、ねまあ、円安進んでいるわけなんですけども。 まずこの左のグラフはです、ね、これ円相場と日米間の金利差を示したグラフになってくるんですがこの日米間の金利差、まあ、よくこういう金利差と為替のグラフというのはです、ねまあ、よく出してる人からもいらっしゃいますし私も実際こういうのをよく使うんですけどもあのよく使われるのはこれ青いラインの,このドル円の円相場に対して、えー、赤い日米間のです、ね、金利差というこれ名目金利で使われる。 ことのというには高いと、まあ、要は名目金利というのはアメリカの,その10年国債の利回りから日本の10年国債の利回りを引いた、まあ、この名目金利差という形になるんですけども、まあ、その方がです、ね、分かりやすいという形でよく便宜的には使われるんですが実際はですねこの実質金利差つまりアメリカの,その10年債利回りのこの名目金利から10年債利回りこの名目金利 インフレの見通しをですね差し引いた分これをですね実質金利っていうんですけどもこのアメリカのその実質金利と日本もインフレを考慮した実質金利この差をとって為替と連動性を見てやった方がこれはあの為替とのの連動性本来こっちの方が高いんですねまあ名目金利でのインフレを考慮してなくて実質のインフレを考慮してで為替との連動性が高いのはこの実質という形になってくるんですけども。 あのこの実質金利差で見てやるとですねやはりその赤いライン、まあ、今年上げて、えー、日米間の実質金利差というのは確かにこう拡大傾向にはあったんですけどもただそれ以上に実はドル円相場の円安っていうのは、ね、大きく進んでいると。 だから金利差の拡大観測があってそれを手がかりに円安が進んでいるっていうのはこれは事実なんですけども実際の金利差の拡大以上に円安は大きく進行しているっていうのが本当の姿になってくるということになりますで足元ですねやっぱこの実質金利差がですねこの拡大がですね今ストップしてきていますんでまあこの円相場にしてもですね一辺倒の円安にはな,らずり,はなりづらくなってきているのかなっていうのが現状の姿になってくるということになります。 でこれ右側のグラフはですねこれ日米間ののの実質金利っていうももででですすねこれ分解したものですで青いラインがアメリカの10年債への利回りでちょっと濃い青がですねこれ期待のイン,イ,ン、まあ、インフレ率ということで、まあ、インフレ期待、まあ、この,スプレッドあのさ差し引き取ってやるとですね、まあ、実質金利という形になってくるんですけども現状はですねアメリカの名目金利は、まあ、下がりはしないけど,、まあ、がなけども、まあ、どちらかというと上がる可能性があると。 まあ先ほど申し上げたようにですねアメリカの,その金利政策、まあ、政策金利がですね、まあ、高止まりするんであれば、まあ、名目金利に関しては現状よりもですね、まあ、同じ水準がもう少しはまあ上振れするような、まあ、イメージにはなってくるんですけどもただそうなった時にはですねおそらくまあ景気がいいから金利が上がりますという話になってくるんでアメリカのですねインフレ期待値も上がってくると。 まあそれは何が起きるかというとアメリカはですね金利が上がるかもしれないんですけども実は実質金利はですねインフレ期待が上がってくることによってそれほど大きく実質金利は上がらない可能性があるんですね。で一方日本の方はですねえ実はですねこう期待インフレ率っていうのはもうそんなに大きく上がるような状況ではありません。でそれに対して名目金利に関しては今1%近くまで上がってきているんですけどもまだ上がる余地があると。 まあ仮にです、ね、日本がです、ね、引き締め方向に行くんであって、まあ、金利がもう少し上がってくるんであればこの、まあ、今まあ実質金利マイナスになってるんですけどマイナスの,この実質金利がです、ね、どんどん縮小するような傾向になってくると、まあ、何が言うていくかというと、まあ、おそらくはこの日米間の実質金利差っていうのはです、ね、拡大方向をたどるんじゃなくてどちらかというと縮小傾向をたどるんじゃないかなと。それれを手掛かりにするんであれば、まあ、円相場としてはです、ね、もう 円安一辺倒といいいううふなななな展開ででははくっててきると、まあ当面の方向性としては、まあ、円高に揺り戻される、まあ、そういう可能性が高いんではないかなというふうに思います。で先ほどのですねその円安がですね非常に大きく進行した、まあ、日米金利差のです、ね、拡大手がかりにその円安が進みましたという形にはなるんですけどもじゃあどういうですね為替、まあの主体がですね、まあ、円安を仕掛けていったのかと。 これはの実需の動きじゃないんですよねこれはのヘッジファンドであったりですね、まあ、投資ファンド、まあ、そういうところいわゆるそのお投機筋と言われるものがですねこう円売りを仕掛けていった側面があると。 でこちらのグラフは円相、ねえー、場とあとはあのシカゴ商品・先物取引所で、えー、集計されている、えー、非商業、まあ、これは投機筋とかです、ねまあ、商業ではないものですから投機、えー、筋とか、まあ、こういったものを含めたその手口なんですけども円の売買ポジションをです、ね、見たものでしてこれグラフ上の見た目でいくとです、ね、この緑が上に伸びてくれば伸びてくるほど円のショートポジションが大きくなっているというのを示します。 で今年の,その4月の23日っていうのはですねこれ非常に円のートが溜まった時で、えー、水準としては2007年6月以来の高水準。 なんですけども、えー、こ2007年6月というのはこれか過去最大のですね円のショートポジションがですね積まれた時になってくるんで実質的にはです、ね、ほぼ最高に近い水準まで円のショートが積まれたと投機筋市場で円売りが進められたというのがです、ね、この4月の23日までに起きてたことなんですけどもその後はですねこは円のショートの解消が今進んでます。 もともとはです、ね、これ短期筋のです、ね、動きになってきますので一旦このショートポジションが解消され始めるとこれどんどん進んでいく可能性があると、まあ、先ほどのです、ねまあ、見方と同じにはなってくるんですけどもこういったその短期筋の手口の面から見ても実はその円売りが一巡し始めてる可能性が高いんじゃないかなというのが、えー、一つ言えます。 でこの投機筋の動きだけじゃなくてです、ね、為替っていうのは、ね、ど当然そのビジネスをしている人たちもです、ね、こう日常的に売買しますこういうのを、ね、実,実需筋っていうんですけどもこの実需のです、ね、為替の売買もです、ねまあ、どちらかというとこれまではあ円売り方向にあったわけなんですけども今後はです、ね、やっぱこの円売りの力が弱まって、まあ、円買いに転じてくるんじゃないかなということがです、ねまあ、考えられるわけです。 でこのグラフの中のです、ね、赤いラインがですねこれはあのアメリカの,その貿易収支です。要は貿易収支今赤字なんですで貿易収支赤字になっている状況になると、えー、要は、まあ、日本からです、ね、物が入ってくる方が増えるんでお金がこう流出してしまうわけです、ね。円円がが流出してて売られるるようなな状況になっているとだから実は貿易赤字の状態っていうのはこれはまあ実需で見るところの円売りフローになってくるわけなんですけども。 これ23年以降ですねこれ6ヶ月移動平均で見てみるとまあかなりこの貿易赤字が縮小してきているということになるんでこの実時の面の円売りもですねかなり収まってきてますで円安が進行してるんでまあ円安が進行してくるとですねやっぱり日本としては輸出競争力が強くなるとじゃあこの棒グラフになっているものがですねこれ日本の輸出金額になってくるんですけどもやっぱり円安が追い風になっているものですから輸出は順調に増えてます 実は実輸出が増えるということはです、ね、この貿易赤字をです、ね、解消させる要因になってくるとただまあ現状はです、ね、あのまだ貿易赤字は解消してないんですけどもじゃあこれ何でだというと日本のです、ね、貿易赤字のです、ね、一番大きな要因になっているのはこの、えーまあ、エネルギー価格の上昇ですよね。 やっぱそのおパンデミックがあって、まあ、その後にまに、あ、エネルギー価格が上がってしまって、まあ、原油とか天然ガスとかの輸入のです、ね、金額が非常に大きくなってしまうと、まあ、これによって貿易収支もです、ね、赤字になってしまうとで赤字になるということは円売りになってしまうわけなんですけども、まあ、この要因がです、ねまあまあ、足元も続いているんで確かにです、ね、まだあ貿易収支が赤いラインはこれ、まあ、赤字にはなってきているんですけどもただこのお。 国物性燃料の輸入を除いた貿易収支だけで見るとこれ青いラインなんですが、まあ、貿易黒字になってますし、まあ、この黒字基調というのは強まっていると。 まあ本来まあこのエネルギー価格の動きまだちょっとですね地政学リスクなんかが見られている中でエネルギー価格まだちょっと高止まりしているような状況になってきているんですけどもこれがですねまあもう少し地政学がですね緩んできてまあエネルギー価格のですね下落がもう少し強くなってくるんであればまあこの貿易収支の赤字もですね解消されてくるだろうと。 えー、そうなれば実時の面から見てもですね、まあ、円売りからまあ円買いに転じるだろうと、まあ、実時投機ともにです、ねまあ、円買いローに転じてくるんであればです、ねまあ、足元の,その円安もそろそろ一巡してくるんではないかなというふうに思います。じゃあ、えー、この円がです、ねまあ、円高になっていくというふうに前提で捉えた時にですねじゃあ日本株への影響というのはです、ね、どうなるのかなというのをこのマトリックスでちょっと見てみましょうということでこれはあのー、1234三四数字を打ってるんですけども。 これ縦軸がでですすねね為替の動きですねまあ上に行けば円安ドル高下に行けば円高ドル安と。で横軸がですねこれ金利の動きで右に行けばですね金利上昇高波的だと左に行けば金利低下派と波的だとまあこういうふうな見方をしていくんですけども。 この日本の株式市場にとって一一番番いいののはでですすねこれ一番の動きです要は円安が進みながらもですねアメリカの金利が低下する要は金融政策がハト派的になるとこの動きっていうのはまあ今年の初めぐらいにですね実は起きていたことなんですけども当然その金利見合いでいくんであればですねこれ金利が低下するんで成長株か割安株かでいくとまあグロース株成長株の方がですね先行され変わりやすいんですね。成長株変わりますと で円安になれば外需と内需でいくんであればですね外需株の方が変わりますという形になるんで、まあ、円安で破と派的になればですね、まあ、グロース株が上がって、えー、輸出株が上がって、えー、これはいずれもですねやっぱ日経平均に対するインパクトが大きいもんですから、まあ、トピックスよりも日経平均が主導するような形でですね、まあ、相場が上昇していくと、まあ、今年の年明けで,です、ね、実際こういう動きがです、ね、見られたというのがですね、まあ、日経平均4万円に至る、まあ、一つの糧になっていたんだというふうに思うんですけども。 まあ本来はですねこういう関係っていうのはですねあまりこう実際はですね2と3のパターンが大きくてまあ要はアメリカの金利高波的になってくると金利が上昇しますでアメリカの金利が上昇すると実はまあ円安になりますっていうこういうパターンと、まあ、これ2番ですよね。でアメリカの金利が上がるんで成長株よりもバリュー株割安株の方が変わりやすいですし。 で、為替の面はですね、まあ、外資の方が変わりやすいんですけども、まあ、1と2で比べるとですね、やっぱりその成長株じゃなくて、まあ、あバリュー株が変われてしまう分ですね、相場としてはですね、まあ、成長株変われる方がですね、相場大きく上昇しやすいんで、まあ、なかなかですね、こう上,昇まあ、上昇しない、まあ、それでも上がっていくんですけども、まあ、あ1に比べると上昇力は弱いと。 で3のパターンになってくるとですねこれはアメリカの金利が、まあ、低下してくる中で、えー、円高ドル安が、まあ、アメリカの金利が低下すればですねやっぱり日米間の金利差縮小するんで円高になりやすいと、まあ、こういう動きになってくるんですけどもその場合はですねこれは3番のところですねまあ,あ金利が低下することによってグロースが変われると。でも、えー、円高になるんで外需が変われなくなって内需が変われるような感じがします、ね。 いう形になりますんで、まあイメージとしてはですね、やっぱりそのハイテク買われる一方で、まあ輸出がちょっと売られてしまうんで、まあ全体としてはですね、まあどっちが勝つかにもよるんですけども、まあ相場としてはそんなに大きく動くものではないなと、まあじりじりとどっちかに動くという形になると。ただ気をつけなきゃいけないのはこれ四番のシナリオなんですよね。で、これはアメリカの金利が上がりながらもですね、まあ円高になっていくようなシナリオです。 当然アメリカの金利が上がるんでバリューは買われるんですけどもグロースが売られると。で円高になるんで、えー、内需は買われるけども外需は売られると。じゃあ国内市場でいくとどうなるかというと日経平均がですね、まあ、構成ですねいわゆるネガサハイテク株とか、まあ、あ主力のですね有料株なんかがですね買わづらいような時代、えー、になってくるんですけども、まあ、日本の株式市場から見るとですねここが一番こう芳しくないようなうん状況になってくると。 で、先ほどのからのお話のまあ流れからいくとですね、まあ、足元はやはりその、まあ、アメリカの金利、まあ、ちょっと高波的になるんじゃないかなとでその上で投機、えー、筋のです円寄りのフローも一巡してくることによって円高になってくるんじゃないかなと。というのあると当面のですね、まあ、日経平均日本のですね、マーケットの見通しとしてはこの4番のシナリオに入ってくる可能性というのをちょっと考えておかなければいけないのかなと。 まあこの先といくつかのです、ね、この4番シナリオに入ってくるんであればです、ね、ちょっとこの株価の低迷というのがです、ね、目先は出てきてしまう可能性があるということになります。でこちら日経平均なんですけども、まあ、足元はです、ね、これ日経平均としては上値としてはこれ13周線にです、ね、上値を抑えられるような形になってきているんですけども、まあ、そうとはいえです、ね、一応この13周線こう上向きになってきてますんでじじいとこう強そうな動きにはなっていると。 でただですねやっぱりその相当この13周線に堅いんでここちょっと超えられないとですね、まあ、なかなか上値を狙いにくいような形になってますと。でこの13周線なんですけど今はこれねあの上向いてるんですけどもこれシミュレーションしていくとですね現状の水準でいくとやっぱりその来週、まあ、5月いっぱいぐらいからですねやっぱり下向きになってくるんでこれ仮にですねこの13周クリアできてないとだん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 だ上値が重くなると3、まあ8,000円。 を目指すというか38,000円の下値をですね、まあ、意識するような、まあ、流れになってくる可能性があると、まあ、先ほどの1,2,3,4のですね、まあ、4番のシナリオになってくるんであれば、まあ、ちょっとこの13周線が下向くようなタイミングからですね、まあ、ちょっと株価の方もですねちょっと勢いがなくなってくるのかなと、まあ、相場の核電源でですね、まあ、よくあのセルインメイというような まあ相場の格言があってまあこれまあ5月に株を売れみたいなですねまあ不吉なまあ株式のですね格,言格言と。 でまあ、これもう本当はそのアメリカとかです、ね、欧米の株式市場の格言なんですけども、まあ、日本にもです、ね、一部当てはまる部分があるんですがこのセル・イン・メイというです、ね、この相場の格言実は正確には、まあ、セル・イン・メイで,、ね、でアンド・ゴー・アウェイでドント・カンバック・アンティ・セントレジャー・デイツということで,です、ねまあ、5月に株を売って1回相場から退出してです、ねまあ、9月の,そのセントレジャーという競馬のレースがあるんですけどもその頃まで戻ってくるなと。 まあそこからもう一回再エントリーしろよっていうようなこういう格言があるんですが今回はですねこういうちょっと相場の格言に近いような形でちょっと足元はちょっと下向きといいますかちょっと逆風のですね展開になりつつちょっとそれが落ち着いてくるのが秋ぐらいになってくるんでちょっとこの先はですねちょっと厳しい局面が続くんではないかなというふうな見方ができるというふうに思います。 で最後はですね今年4月5月にかけて3月期決算企業の決算発表シーズンありましたということでその総括とですね注目ポイントについてご説明させていただきますでこちらの表なんですけどもこれはあの今回その決算発表シーズンの中で日経平均採用銘柄の中からこの3月期に決算企業として決算発表を行った企業ですね その中で、えー、まあ時期まあ二十五年三月期にかけてのその会社予想とまあ市場の予想のですね乖離を見たものです。まあ当然ですね会社計画をですね公表している会社ベースになってくるんですけども、例えばその売上高で見ると、二十四年三月期の実績に関しては。 マーケットの予想がですね5.6%の増収だったのに対して6.3%の増益で経常利益に関しては、えー、予想が11.5%の増益だったのに対して経常利益16.5%の増益ということで、まあ、経常利益でいくと5ポイントぐらいのです、ね、上振れで着地してきていると、まあ、実績に関して言うんであればです、ね、非常に堅調な、まあ、従来想定よりも堅調な結果だったということになります。 でところがですねこの25年3月期に関して言えばこの経常利益についていくとですねこれあの市場予想がですねプラスの1.9%の増益予想に対して会社計画はマイナスの7.7%つまり減益予想です。これあのこの返りでいくとですね10ポイント近く9.6ポイント。 会社計画の方が下振れてきているということになりますのでもともとですね会社の基礎計画っていうのは保守的になりやすいというふうに言われていまして。 えーまあ、要は過補修正会社としてはしたくないものですから、まあ、確実にです、ね、出せそうなところからです、ね、会社計画も出してくるのでどうしてもこう保守的になる傾向は確かにあるんですけども今期に関して言うんであればこの返り率っていうのが非常に大きくなってますんで、まあ、例年以上にまあ保守的な会社計画が出されているなというのがです、ね、この姿になってくるということです。 でこれはの日銀短観のです、ね、経常利益大,大企業のです、ね、経常利益のです、ねえー、編成なんですけども、まあ、先ほど申し上げたように企業というのは最初の段階では保守的なです、ね、予想を出しやすいとただ、気が進むにつれてです、ね、ある程度まあ事業がうまくいくよという形になってくるとだん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 です、ね、この情報修正していくような傾向があると。 でこれは日銀短観ベースで見たです、ね、経常利益のです、ねまあ、変遷なんですけどもこれはあの右肩上がりに上がっていっているのは,です、ね、やはその気が進むにつれて、えー、会社の見通しがどん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 引き上がってますよとで今回はというとです、ね、今期はこれ全産業のです、ねえー、大企業全産業ベースでマイナス3.7%の現役これ日銀短観ベースですけども、まあ、出ているんですけども、まあ、ここからです、ねまあ、徐々に上方修正されてくるんだろうかと。 保守的な会社予想もです、ね、今後は引き上がってくるんではないかなというふうな、まあ、期待が持てるんではないかなというふうに思いますで最後これ一覧表なんですけどもこちらはですねじゃあ会社計画がですね、まあ、市場予想に対して非常に保守的になっているような、まあ、下振れているような会社というのはどういうところなんだろうというのをです、ね、リストアップしているのがです、ね、こちらの企業になってくるとまあ保守的と言ってしまうとですねあれでまあ本当にですねもうあの悪い予想になっている可能性もあるんでこれがあの 過信でできないところは確かにあるんですけども例えばそのまあトヨタであったりマツダとかまあこういう輸送自動車会社の中でいくとやっぱ為替の前提がですねかなりこう円高設定になってくることに実質よりも円高設定になってくることによってまあ今後のですね上振れ余地というのが出てくるだろうまあ s u なんかもそうですよねとまあ機械セクターなんかもですねまあそうなってくるんでまあ為替の動きなんかもですね見ていく必要はあるんですけどもまあ えー、マーケットの予想に対して、まあ、保守的になっている、まあ、下振れているということは、まあ、マーケットの予想にですね、こう、おまあ、こうキャッチアップしていくような形になるんであればです、ね、まあ、今後のまあ情報修正期待が持てる、まあ、そういう銘柄群になってくるんではないかなということで、まあ、こちらの方ですね、まを、あ、ご参考にしていただければなというふうに思います、えー、以上まとめです。 まず1つ目ですけどもアメリカの利下げ開始っていうのはですね、まあ、おそらく望み薄なんじゃないかと、まあ、アメリカ金利が高,高止まりによってですね、まあ、成長株よりもですね割安株が先行されやすい局面になってくるんではないかなというふうにいい思いますで2つ目ですね投機、まあ、筋市場の円安局面でのは終了してるんじゃないかなとで円安円のです、ね、先安感の後退っていうのはですね、まあ、日本の,その外需株にとってまあ逆風になってしまうだろうということになります で3つ目、えー、先ほどの話ですね、まあ、3月期の決算発表決算企業のです、ねまあ、基礎計画はです、ねまあ、例年よりも保守的だと、まあ、気が進むにつれてですね情報修正されることが、まあ、期待できるのではないかなと、まあ、以上まとめとしてさせ、えー、てあげられました。 ストラテジストの視点ではですね、視聴者の皆様から配信内容だけではなく、まあ、株式市場に関する疑問にお答えしていきたいというふうに思います、まあ、次回以降のですね、配信でご質問にお答えしますということになりますので詳しくは概要欄をご参照ください今回の動画が少しでも参考になれば高評価ボタンあるいはですね、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします以上をもちましてですね、ストラテジストの視点終わりにさせていただきますどうもご清聴ありがとうございました